あれ、アルミホイルがもうない。最近そんなに使ったっけ？予備もないし。レーズンだもん。アルミホイルの予備知らない。何してるの？紬も手伝うか？嫌だから。何してるの？ 5G の思考盗聴外悪電波から頭を守るための帽子を作っているのだ。これさえあれば集団ストーカーの電波攻撃から身を守ることができるのだ。ズンだもん。とうとう来るとこまで来たのね。家賃も全然払わないし、もう出てってもらうわ。違うのだ紬、これは家賃を払うためなのだ。どういうこと？ネットショップやフリマサイトで高値で売れるのだ。はまずはこれを見てほしいのだ。15,000円。なんでアルミホイルの塊がそんな値段で売れるの？何事もマーケティングとセールスなのだ。何を偉そうに。僕自身手段ストーカーに悩まされ、常にのように 5G 同調電波攻撃を受けていたのですが、この帽子に出会ってから完全に攻撃が止まりました。頭に身につけるだけで済む手軽さもありがたいです。電波攻撃は辛いものですので、同じ悩みを持っている方の助けになればと思います。彼らの攻撃は家の中にいても貫通してきますから、しばらくは自宅でも常に頭にかぶっておく必要がありますですが、そのうち向こうも攻撃が無駄だと諦めてくれます。外出時もつけていればそれがアピールできます。電車に乗っている月など、今までは私を狙う者たちのせいで満員電車状態でしたが、この帽子を被って以来、一度も電車や道端で誰かが近くに来たことはありません。何なの今の呪文は。フリマサイトの商品説明欄なのだ。この文章にしてから飛ぶように売れるのだ。うさんくさはと近寄りがなさを三日三晩に詰めた文章。三日三晩寝ずに考えたのだ。どうりで現時点では帽子だけでも10個くらい売れたのだ。まだまだ頑張るのだ。少なくともかわいそうな被害者が10出たのね。ズンだもん、いい加減にしなさい。いいズンだもん。いくらお金のためとはいえこんなこと。帽子だけで。そうなのだ、商品ラインナップは結構充実しているのだ。高等超対策リング。やめなさい。同じもんでも天と地とほどの差があるから。この特殊な金属を円形に切り出すことで、我々に向けた飛行性のある電磁波や 5G などの盗聴電波、超音波を等間隔に分散させることで身を守ることができます。身につけることで体を守れるだけでなく、家中に設置すればさらなる効果が期待できます。また呪文が始まった。続いてはこちら、 5G 対策ペンダント。なんでさっきから 5G を敵対視してるの？それにそれらのヒューズでしょ。エジソンの発明品をそんな名前に変えるなんて。きっとエジソンも地獄で喜んでるのだ。勝手に地獄に送るな。一押しはこれなのだ、高純度 CMC ペンダント。いかがわしさの最高峰が来たわ。ネイチャー誌にも取り上げられ、さまざまな素晴らしい研究結果が出ている物質で、 DNA と同じ二重螺旋構造を持つ宇宙の真理を彷彿とさせる不思議な未知の素材なのだ。研究結果が出てる未知の物質って何なの？がんが治るとか健康にいいとか言うと薬事法に引っかかりかねないけど、この文章ならギリグレーゾーンで販売できるのだ。グレーゾーンで堂々と威張っちゃダメでしょ。つむぎにも帽子作りか他の商品の出品作業を手伝ってほしいのだ。リングったってヒューズとかワッシャーじゃない。せめて本当にそれっぽいものとかを売る気はないわけ？売るものは何だっていいのだ。大事なのはとにかく宣伝文だけなのだ。それは何？チャット GPT なのだ。世のサラリーマンはプレゼン資料の内容を考えるのを手伝ってもらったり、文章の考察や翻訳、ビジネスメールの作成に使っているのだ。何か聞いたことあるけど。思考盗聴対策グッズの宣伝文を考えて、と入力。これで1分後には AI が素敵な文章を考えてくれるのだ。考える限り最悪の AI の使い方です。 Twitter でもたくさんの陰謀論信者の人とつながっているのだ。毎日たくさん DM のやり取りをしてるおかげで、その界隈の人がどんな言葉に反応するのかも分かってきたし、それをさらに AI に学習させて効率の高い文章ができるようになったのだ。ちょっとずんだもん。さ、早く紬も出品作業と発送作業を手伝うのだ。たくさんの人を救わないといけないのだ。何言ってるの？あれ、お金儲けのためにやってるんじゃないの？何を言ってるのだ紬。電波攻撃に悩んでる人がたくさんいるのだ。早く助けなくちゃいけないのだ。それが僕の使命なのだ。もしかしてズンだもん、最初はお金のためにやってたのに、界隈の人たちと関わってるうちにそっちに染まっちゃったの？それと紬も早く帽子をかぶるのだ。僕らがこの救出作業をしていると奴らにバレたらまずいのだ。ズンだもん、深淵を覗くとき深淵もまたこちらを覗いてるってことは知らない？ニーチなのだ。知ってるんだ。しかしこの帽子とペンダントさえあれば、深淵に頭を覗かれる心配はないのだ。話が通じてない。任せろなのだ、僕がみんなを守るのだ。任せたらこのざまね紬。お金はズンダモンが稼いだのがあるから、ゆっくり直してね紬。